他の人はねなかなか歌いません。だけど僕だから歌えるのかななんて思ってます。聴いてください、メロディー。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの端の方を君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。そう、このコロナに、ね、なってからみんなは何が正しくて何が今自分の、ね、最優先、そして何が一番必要なものなのかっていうのを、ね、見失いがちになっていると思います。だけど一番何が、ね、最優先、自分の近くいなきゃダメかって、そう自分が本当に大切だなって思う人だと思います。そして思うものだと思います。よかったらねもう一回見つめ直してみてください。あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても、君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで。あの歌は心から